さあ、今回のですね、いくらチャンネルはですね、前回紹介しましたハーレー買っちゃいました企画第2弾、ハーレーナンバーついちゃいました。そしてさらにいじっちゃいましょう。もう乗ってるんですね、これ。もう乗ってます、うん、だってあの時点で650キロだったじゃないですか、うん、もう3400キロぐらいしてるんですよ。頭悪いですね。もう乗りっぱなしですね。ちょっと乗ったらこのマフラーのノーマルの静かなのこの音楽聴きながらとか、うん、非常に気持ちいいですよね、これがね。だからもうなんかこのままでもいいかな、ノーマルのままでもいいかなと思ったんですけど、うん、やっぱね、ノーマルっていうのもいかがなもんかなと思いまして、うん、で今回はですね、2019年マメフェスとかにね出てくれている、うん、ハーレーダビッドソンセントラル世田谷、ここで、ちょっといろいろですね相談して、で僕はこれからアダルトバガーで行きたいと思います。アダルトバガーね、AB です。AV じゃないですAB スタイルで行きたいと思いますね、うん。それでは、僕のお友達紹介したいと思います、はいはい、ハーレーダビッドソンセントラルの5店舗あるんですけど、それは全部統括の責任者でございます、ね。なんか最近あれですね、あの、はい、中山君もなんかちょっとこうビジネスマンっぽくなってきました、ね。いやいや、そんなことはない、そんなことちょっとね、じゃあちょっとお店の中、はい、見せてもらいましょう。あのコロナのあれ、うん、いろいろも影響とかで新車がまだ2021年もそのたくさんバンバン入ってきてないんですよ。でもこの2台はもう2021年です。これがあの僕が乗ってるのの、2021年モデルですね、うん、新車でございます。またクラッチがあの2020年までは油圧式だったのがあのワイヤー式に戻ったりとか、うん、この辺のディティールが変わりましたね。これそれでここをパーツとかですね、ウェアも。ちょっと待ってください、その T シャツ着たか着てますよね。え、あ、気がついちゃいました、これはあのね、はい、もう順応性がいいですからね、これね、セントラルハーレーダビッドソン。どうしたんですか。これ僕もらいもんつまんないことやね僕もらいもんこの前エイカーズの取材で来た時に、いただいて、もう早速、なるほど、早速来てるという、あの僕もプロデュースしております、ヒートマスターね。冬はこれがバッチリですかね。あったかいですからね、これバッテリーにつないで、もうこれやって、でこれ3段階で手袋も全部下も全部ありますから、これは無敵ですよ、冬のツーリング。全然 OK。じゃあスタッフの皆さん、こんにちは。爽やかですね、もうね。彼が支店長をしております、佐藤と申します。支店長さん、はい、誰？セールスの岩木と申します。よろしくお願いします。岩木さん。はい。岩木さんっていう名前。岩木さんっていう名前はちょっとなんか引っかかりますね。誰？誰？物とか取ったりしてるんですか？誰ですか？ちょっと脅かしたりとか、殴ったりとか。ね、許可のないの。怒られると叱られる、また叱られますね。工場もあるんですね。はい、こっちが工場で、こう、はい、メカニックの、はい、こんにちは。こんにちは。自己紹介お願いします。はい、パーツ担当の内藤です。よろしくお願いいたします。この前内藤さんにこれいただいて T シャツ、うん、え、それどうしたんですか。これ僕もらいもん、すまんで、あんな若い女の子いるんですか。メカニックの山川です。メカニックなんだ。お願いします。それともメカニックなの。メカニックの桜井です。よろしくお願いします。お願いします。あの工場長の、中川です。はい、ね、中川翔太郎と言います。よろしくお願いします。翔太郎くんね、今日午後から翔さんになりますけどね、関係ないですね。でも女の子のメカニックだと女のお客さんとかも、女性ライダーも相談しやすいからいいですよね。そうです ね。なんでこの2人がいてくれるおかげで女性のお客様からの問い合わせなんかは結構多くなってきて。なるほど。あ、じゃあ自分もバイク乗ってるんですか。あ、18年式の Z 乗ってきます。あ、Z、 あ、いいですね。で、何私は2008年のハーレー。あ、本当ですか。あ、ダイナ乗ってるの、うん、あ、いいじゃないですか、ダイナ乗ってるんだ。でもいいですよね、女性ライダーね、うん、今度女性ライダーとばっかり集めて、あ、いいですね、いいですね。そんななんか、そんでいたぶられたいですね、それでね。ちょっとね、おじさんいたぶられたいですよ、本当ね。恥ずかしい話とか聞かれたいですね、ちょっとね。顔をあからめてみたいですよねバカですね、上行きましょう、もうなんか
今回はちょっとアダルトな感じで、一番はやっぱエンジンです、はい、アダルト仕様 なだけで、こうおとなしく出来上がってるんだけど、もともとはやっぱりこれ全国を統一しようと思って頑張ってたおじさんたちなので、やっぱり遅いのが嫌なのでプッと開けた時にプッっていくっていう2018年だから107じゃないですか、はい、107っていうと CC でいうと107キュビックインチだから1745cc ですね。だいたい 1.6 掛け、そうですね、計算して、で今のが2021年モデルだと114 1868cc になってます。なんかそれだけでなんか嫌じゃないですか、バカだから114で対して107負けた感じがしてるよね。負けてますよね、負けてますよね、煽りますねやっぱり、だからだけどじゃあそれをわざわざ最初言ったボアップもね考えて、はい、うん、ボアップして114にしたら買い替えりゃいいじゃねえのってなるじゃないですか。もともとあるものがのポテンシャルはだいぶ上がってますので、ね、あの配管入れるだけでいくらさんが求めてるものを、はい、僕は中低速域が速いのがいいんで、はい、うん、で当社の方がお客様に今おすすめしてますのが、ティーマンという、ティーマン、はい、あの先ほどいくらさんからお言葉にあったワードで、はい、アダルトツアラ、はい、アダルトツアラの、まあ、定義として、はい、あのまあ、ゆくゆくボアアップをしてもいいように、はい、いくらさんが物足りなくなった時にボアアップしてもいいように、ーティーマンのこの216カム、こちらの方を入れていくらさんが求める、中低速域、中低速域でのトルクアップを目指したいと思います。いずれね、こんなこともやってみたいですよね、向こうのね。そうですね、いいですよね、まあ、で給排気のところ、はい、はい、で、まあエキゾーストに関しては、うん、当社あの正規販売店としてやらせてもらってますので、はい、車検対応用のものをいくらさんのご、そうなんですよ、マフラーは友達のあのシャフトっていうところがあるんですよ。前の僕のハーレーもちょっとコンピューターとかいじってくれたんですけど、そこがまあドラッグレースとかもやったりしてノウハウも持ってて、まあハーレーのそのコンピューター系のチューニングがいち早く取り入れてね、そうですね、やってたところなんで、でまああとそこに吸気、吸気に関してはやはりこのフィルターの面積が多いキノコ型と言われているものが性能がいいと言われてます。男はキノコですよね、はい、で純正オリジナルとしてこのスクリーミーイーグルのハイパフォーマンスエアクリーナーがありますので、はい、ぜひこちらを使用していただいて、はい、でシャフトさんのエキゾーストと合わせて、ティーマンのハイカムとチューニングしていただけたらなと、はい、ハイカムだけを組むのであれば、うん、まあ、ハイカムの種類にもよるんですけども、はい、おおよそ、12万円から15万円ほど見といてもらえれば、はいはい、ただまあでも当然給排気もやってないと、ね、そうですね、意味ないですよね、はい、給排気やられてるお客様で、うん、これからハイカムを入れたいと言われるお客様は大体それぐらいで、うん、でプラスアルファ、まあ、チューニングの方当社でも行っておりますので、うん、でそこまで請け負いますと、大体25万円からと、から、はい、と思っていただけて、はいはいはい、だいぶ変わるんですか、吸気と排気やっただけで、はい、今回はミノキさらに変わるって言ってましたね、うん、そうですね、なんで、まあ、こういうハイカム の特性のページでこういうグラフがよく、はいはい、パワーだトルクだ、はいはい、力だとかってよく言われるんですけども、はいはい、今現在のいくらさんのモーターサイクルがどれだけポテンシャルを秘めてるのかを、うん、最初当社の方でパワーチェックをします、はい、でこのグラフを出したこういった状態で、給排気配管も入れて、うん、シャフトさんにチューニングしてもらうとこうなります、うん、みたいな風にしていきたいと思いますので、数字に関してはちょっとちょっとビフォーアフターが数字で、嬉しいですね、はい、じゃこれからじゃあちょっとしばらくの間、ちょっとこうハーレーね、ちょっと僕のハーレーをちょっとこう間隔開けてですね、定期的に、はい、定期的にお知らせしていきたい、うん、それがまたこう皆さんのこう参考になったりですけどね、楽しいな、このパーツ。もう僕らはもう今も変なエロ本見るよりこうパーツブックの方が全然興奮できますからね、もうね。何度見ても興奮できるんですね。何度見てもね、もう何度こんなもう何歩あってもええですからねってやつですよね、ほんとね。というわけでじゃあ今回のキクラチャンネル第1段階としましては、はい、まあね、給排気、ね、はい、ここからやってみたいと思います。いい T シャツ着てますね。どうしたんですかそれ。もらいもん。ありがとうございました。